テースですですですはい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日は2019年の3月の18日です。時刻は、12時35分です。よろしくお願いします。愛子ちゃん、おはよう。おはようございます。寝起きです。ワドツ、おはよう。よいしょ、寝起きですよ、寝起き。声でわかる声でわかるか、なんか恋人みたいだね恋人ではねえが声でわかるよ、優しいね。さて、なんかあったの？何があったの？枠見てほしかったって。どうしたの？なんかあった？枠、愛子ちゃん、どんな枠やったの？なんか神回だった？よいしょ。どれとの相思相愛バラしちゃった。あ、マジで？ドレさん、ドレさん、あれだよ、テレアだからまたひねくれちゃうよ、そんなことしたら。大丈夫？うん。えたら220人の前で。大丈夫？ドレさんひねくれちゃうよ、大丈夫？慎重にいかないと。あ、みんなでも応援してる、みんな言ってるよ、だから、愛子ちゃんとドレさんお似合いだって。もう全然いいと思うよ。ありでしょう。全然ありでしょう。ドレさん昨日配信しないから私の枠潜ってた可能性大。どうだろうね、そこまでわかんないけど、ドレさんが見てたかどうかそこまではわかんないけど、でもね、人数多かったっていうことは可能性あるよね、全然ね。そうなんだ。ページ設定カスタム。後で LINE する？はいはい、了解。待ってるね。はい、ワドツーミースケ、おはよう。おはようございます。
ごめんね、今ね、ちょっとね、忙しくてね、やることあるんだよ。バタ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 してて。ちょっとね、今時間がなくて。カメさん、相手もありがとう、ワドツ。ごめんね、アイコちゃん。今度会った時話聞かせてよ、詳しく。うん。申し訳ねえ。はい、ワドツ、おはよう。おはようございます。カメラは変えてないよ。機材は構成変えてない。全然変えてないね。吸いたいよ。おはようボン。おはよう。いや、絵作りだね。コントラスト上げてサイドを上げたから赤が強く出てるんだと思う。絵作りっすね。ソフトウェアの方で絵作り変えてるんで。だから勘がいいんすよ。あれカメラ変わったっていうのはよく見てる俺の放送。正解っすね。コントラストっていうのを強く上げて、ここの赤を強くして、で、サイドっていうのを上げて、コントラストって光と影の強調なんだけど、バランスをより濃く出すんだけど、簡単に言うと絵作り変えましたね。うん、赤を強く出すためにですね、白いの貼ってある？ああ、なんかティッシュだね。寝ぼけてるから。
電車箱美味しくないよ。いや、これはもう買ってから数ヶ月経ってるよ。もう買ってから数ヶ月経ってる。禁煙はしてないでしょ。ブルームテックスってるわけだから。普通のタバコ吸いたいけどね。どうなんだろうね、わかんないけど。低温加熱処理の水蒸気だね。ニコチン入ってるよ。
こんにちは。おはよう。キューピーありがとう。アイテムありがとう。アイテムの送り方やっと分かった。変えた？ありがとう。面白かった？人来た？どうだった？おはようマリルボン。あ、よかったね。バカ10個ありがとう。マリルボンありがとう。昔はね、俺もよく喋ったんだけど、ずーっとね、自分で喋ってたけど、もう喋らなくなっちゃったね。なんか喋りを求められてないのかなとか思っちゃって、そっから喋れなくなっちゃったね。面白いことを言う人じゃなくて面白い人間になろうみたいな。なかなかね、顔が見えない人と喋るっていうことってあんまりないからね、人生でね。いってらっしゃい。
はい、映画監督ですね。ありがとう、アイテムありがとう。バガーありがとう。アイテムありがとうね、ボン。
やすさん、ハートありがとう。
ああ、ありがとう、モグリンさん。匿名さんから花火いただきました。花火ありがとうございます。ありがとう。モグリンさん、悪いね。ありがとね。花火ありがとう。あ、そうなんだ。コメント書いてよ。ありがとう。断食。ありがとうね。こんにちは。いや、毎日作ってますけど 毎日作ってますけど
バカありがとう。
照明、そうだね。照明で赤にしてるね。照明、照明。洒落てる 赤が好きなんだ。ありがとう。あれあれあれ、何何何、これ。
難しいな。一回休憩すっか。今日月曜日か、月曜の昼か。今日は曜日感覚が全然ね。
アイテムありがとう。こんにちは。
30ぐらいか。Lady。めちゃくちゃ疲れてるよ 疲れてるよ なんで？顔疲れてる？いや、昨日もだって24時間ずっとミーティングだったからね。すごい大変だった。抱えてるプロジェクトが多すぎる今。まあ今頑張りどころだね。今頑張りどころ、人生の。最近 YouTube 出す暇がないね。新作全然出してない。全然出してないね。出したいけどね。
24時間ミーティングっていうかね、12時昼間にここ出て帰ってきたのが1時ぐらいだったっけ。だからまあ12時間だねミーティングで、起きてたのは24時間以上だね。やばいよね。癒しが欲しいよ。癒しが欲しい。赤色、そうだね、ライトだね。自分の家じゃないみたいって、俺の家だもん俺の家だもんそれ自分の家じゃないでしょ。誰の家だと思ったの俺の家なんだけど。ダメだ、勝手に人の家認定したら。お店みたい。ありがとう。
ああ、どうしよっかな、難しいな。わかんない。大丈夫なのかな。わかんないっすね。うまくいくといいけど。顔洗ってくるわ。
ただいま。はいよ、おかえり。あ、ただいま。おい、アイテムありがとう、ボン。アイテムありがとう。サンキュー。アイテムありがとう。
みんなはさ、例えばさ、100万とか稼いでる女の配信者いるじゃん。100万とか200万とか稼いでる女の配信者いるでしょう。男でもいいや。配信者で100万、200万稼いでて、で、彼らは働いてなくて、社会一般的にはクズみたいな発言をしてるわけじゃん。みんなは素直になんでそれでも応援するの？そこの気持ちみたいなものをなんか教えてほしいかもしれない。みんなはなんでその自分たちは一生懸命働いてお金を稼いでるわけじゃん。で、大手配信者とかって働いてもいなくて労働をしてないわけじゃん。で、発言とかもめちゃくちゃなわけじゃん。でも、なんでそれでも応援したいと思うのかっていう気持ちとかを教えてくんない？どこに心打たれるの？みんなは。何に感動して、なんで応援したいと思うの？そのクズを。いや、俺の話じゃない。俺の話じゃなくて、その100万200万稼いでるクズの話。ほら、俺はクリエイターじゃん。そうじゃなくて、ゴミみたいな配信者よ。なんでそれを応援しようって思うの？ああいうのはつまんないから見ない。誰か大手でさ、100万200万稼いでる人のリスナーいないかな。自分が日頃できない真逆でロックな生き方。ああ、いいね。ああ、本当は自分もそうなりたいってこと？そこに自分を重ねるみたいな、変身願望みたいなものを叶えてくれるみたいなことかな。石川紀之いいね。日頃マンネリ化に対するストレス発散的なお笑いとか音楽に触れる感じなんだ。ああ、ジャンル的にはだからロックンロールのコンサートとかお笑いとか見てる感じなんか。1万2万が小銭程度と思って投げてるからかな。ああ、お金に、いや、投げてるっていうよりも、なんていうのかな、彼らが
大手配今知りたい心理っていうのが、心理描写っていうのが、リスナーさん、要は普通の人が考えてみた時に、親とかだったら働けっていうはずじゃん。だけど、なぜ大手配信者はクズなのに、その人が集まるし応援されるのかみたいな心理をちょっと把握して、そこを描きたいんだよね。なんて言えばいいのかな、彼らはそもそもなんでその生き方が成立してるのかみたいなところを知りたいんだよね。支えるファンたちの心理を知ることによってさ、彼女たちが持ってるパワーみたいなものを知りたいの。だからロックっていうのはすげえなんか参考になったかな。なるほどみたいな。要は、本当はこうなりたい自分みたいなものを重ねてるっていうのはすごいしっくりきたんだよね。本当は自分もこういうふうに生きたいみたいな。だからその、なんつうのかな、たまったストレスをそこで発散するみたいな。納得はできたんだよね。楽しそうにやってるかじゃない、楽しそうにやってるか。いや、そういうことじゃなくて、そうじゃなくて、まあいいや。ベンジョ太郎ちゃん見る、キートスの使い方、カンボジアのために使うとかすごいなと思う。ロックが一番しっくりくるな、なんか。こんにちは。いや、違うんだよ。俺が知りたいのはね、言語化するの難しいな。書きたい部分っていうのが、書きたい部分っていうのが、なんて言えばいいのかな。なんて言えばいいんだろう。じゃあ、大手配信者で人を集めて100万、200万稼いで人も集まって、でもクズなわけじゃん。どんな時にかっこいいとか、どんな時にすげえとか、どんな時に応援したいって思う。例えば具体的なエピソードでもいいし、何に惹かれるのかっていうか、リスナーが。何に響くのかっていう感じ。なんで、応援したくなるのかが知りたい。花火投げるでもいいや。どんな感情が湧き上がるの？みんなは。どういう時に。なぜ囲うのかっていうのかな。
でも一歩引いて見てる人たちはクズだっていうわけじゃん。だからそのギャップがありすぎるっていうか、ファンはすげえこの人に一生ついてくわ、面白い、かっこいい、誰々さん素敵、アイテム受け取ってくださいってなってるけど、引いてる方はいやただの小好きじゃんっていう、その温度差が半端じゃないじゃん。それがなぜ発生するのかっていう、いや俺がどうとかいう話してない、見ててそのおな何が面白いとさせるのかっていうか、そこを知りたいんだよね。その響くポイントっていうか、その面白いが何なのかを知りたい。何に心を打たれるのか。アイテムやキートスの使い道がしっかりしてて、夢とか実行動はすごいなと思う。要は受け取る方の気持ちはわかるわけよ。配信者側の気持ちはわかるんだけど、リスナー側の心理を知りたいんだよね。あー難しいな。どうやって書こうか。受けたいと心動かされる。はあ、助けたい。ああいいね、ありがとう。はあなるほど、助けたいか。ああなるほどね。ちょっと待って、それメモらせて。リスナー側の心理。はあ助けたい、リスナーの心理と、さっきなんだっけ、ロック音楽とかなんだっけな、はあ、ロックを見てる感じと、見てる感じ、助けたいと思う。ほほほほ、あおう、そのね、いや分かるんだよ、娯楽になってればっていうのはもちろん、そこじゃないのよ。みんなが心動くポイントっていうのかな、そう、理屈の部分じゃなくて感情の部分が知りたいの。そのなんていうのかな、例えばそのみんなが花火投げたタイミングであったりとか、フォローをしたタイミング、それだけじゃないんだよ。その心が動いた瞬間みたいなものを知りたくて、あこいつ助けたいっていうのはすごくしっくりくるし、そのなんていうのかな、変身願望でその自分がストレスが溜まってると、鬱屈してると、それを平気で代弁してくれる。代弁だね。代弁だ。
とかそのなんつうの俺がそのそうなりたいとかいう問題じゃないのね。だからそこのアドバイスとかどうでもいいの。俺にないとか大手がどうとか俺との比較じゃなくてリスナー側の心理が知りたいっていう感じ今の俺のニーズは。うん、代弁と自分の、本音を代弁と。そこって理屈の部分だ。そこって理屈の部分だ。そうじゃなくて、んー、じゃあ別の質問しようか。配信見てて怒ったことある人って何人ぐらいいる？本気でなんかイラッとしたり怒ったりしたことある人手挙げて。あ、怒ったことあるわって何回かっていう。ある？その配信を見てて怒りが湧いてきたこと、イライラしたりしたことってある？ある。あんまりいない。じゃあ逆に喜んだり感動したり泣いたりしたことある人はどれくらいいる？配信を見て泣いてしまったりとか喜んだりとかワクワクしたりとかそういう人はいない。エモーショナルな動機ではないんだ。じゃあ何なんだろう。エモーショナルな動機じゃなくてなんでそれが起こるんだ。分かんねえな。ないんだね。じゃあ何なんだ。見守ってるってこと？あー、いいね。助けたいと思うのに近いんだ。母性なんだ。見守っていると。はー、母性に近いと。面白い。母性。なるほど。あー、それは助けたいと同じ動機だね。あー、はい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 。あ、だんだん分かってきたかもしれない。あー、はい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 。なるほど。思ってたのと全然違えな。面白いな。ほう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 。だんだん分かってきた。だんだん分かってきた。はあ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 。じゃあ、好きな配信者を例えるなら、友達とか親戚とか兄弟とかではなくて、基本的お父さんとかお母さんとか妹とか弟みたいな感覚で見てるってことだよね。近い感覚は。要は自分と対等もしくは上の人だっていう感覚じゃなくて、自分よりも手のかかる何か、子供であったりとか弟であったり妹であったり面倒を見ないといけない存在としてみんな見てるってことで OK。 これ近いんじゃないの。だいぶ正解に近づいてきたんじゃないの。要は親心とかお兄さん心、お姉さん心で見守ってるっていう感覚だと、助けたいとかいう感覚に近いじゃん。それで合ってる？息子なんだ。はい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 。貧乏で悲壮感を悲痛感を漂わせて同情を買おうという人は長っ。違う。ちょっと待って。あのね、白猫さん、俺が知りたいのはあくまで、知りたいのはだよ。まず、過疎生主とか、うまくいってない人じゃないのよ。描いてる主人公が大手配信者なの。主人公のキャラクターの設定が、まず大手配信者で、100万、200万稼ぎまくってる女の子っていう、まあ、大手だよ、簡単に言うと。
男でもいいんだけど、で、まあ、簡単に言うとよっさんみたいなキャラクターを描いてる主人公なの。だけど世間一般でよっさんを見た時に、要は視聴者が見た時に、クズじゃんっていう判断をするのが通常だと思うの。だけれども彼はなぜ100万稼いでるのか、なぜ人気があるのか、なぜ人がこんなに集まるのかっていうのを描くためにはリスナーの心理を把握しないといけなくて、そこを描かない限りその映像を表現するときに伝わらないのよ。で今知りたいのは、例えばよっさんみたいな、どうか関慎吾とかクズじゃん、あれは男だけれども女のキャラクターなんだけど、今回描くのはそのすごくクズなのになぜ100万が集まるのかっていうのが知りたいのよ。リスナー側の心理が知りたいの。わかる？だからその稼げないやつとか当たり前とかのそこに対する感情は別にいらないので、なんでこれ俺がわからないかっていうと、大手を見ないからの。そもそもブルーハーツの歌詞じゃないけど、運動場の端っこで悪魔に餌やってる気分。運動場の隅っこって何？何のメタファー？悪魔に餌やってる気分、ちょっとよくわかんねえな。もっとそのなんつうの、シンプルですごくなんていうのかな、なぜそうしてるのか。要は俺は心が動いてると思ってたの。その大手に対して感動をしたりとか心が動いたと思ってたの。でも今聞いてる限りの感想だと、親心だったりなんかその辺が近いんじゃないかなと思って、常識外れの壊れたことして面白い。だからロックだね、さっき言ってくれた誰かが。リア突で仲良くなる人がお金持ちが多いから、いやあのね、どちらかというと金を投げる動機じゃないんだよ、囲う動機みたいな、なんつうんだろう、母性原理をくすぐられる、はあはあ、やっぱり助けたいと思う自分だから。自分の2パターンあんのか、自分の本音を代弁してくれてるっていうのがロックンロールの方なんだよ。要は変身願望の方派と助けたいと思うの2ついるんだよ。あのロックを見てる感じ、本音を代弁してくれてる感じっていう、こっちパターンロックパターンじゃん。誰にも内緒で秘密の悪いことをしてる感じ、何だろう、それは何なんだろう。助けたいと思う見守っている派は母性派なんだよ。これどう2パターンで、何か淵駒さんの言ってるのはどっちなん、どっちっていうか、どう解釈すればいいんだろうな。ちょっと待ってね、俺も今ねそこを知らないと書けないんだよね。母性原理をくすぐられるが慶喜さんでしょう。常識外れの怖いことか、これロックだな。常識外れで、常識外れで面白いと。多数見守っている感覚。視聴者からすれば、視聴者本人にありがとうと言われるのが嬉しい。もう一個のパターン出てきたな。ロック派。ロック派でしょ、ロック派。ロック派。母性派。母性派。派閥でロック派と母性派と、もう一つは自己承認欲求派だ。分かってきた。これだ、承認欲求派。はあ、大体この3派閥かな。
後見てきて超金持ちの人がかっこいい、その人知り合いになりたいから会いたい、超金持ちの人がかっこいいって、それはだから自己都合派なんだね。だからこっちだ、自己承認欲求派だから、ビジネス的にやってるってことだから、それは理性で完全に動いてるっていうか、なんだろう、自分がいい思いしたい派なんだな。金持ちと、つながりたい。あ、でもこれってさ、リスナーの女と出会いたいもあるよね。リスナーの女と出会いたい、出会いたい。リスナーも、リスナーか、配信者か、配信者、は、あ、だんだん分かってきたな。リスナーの女とで、異性、異性と出会いたいと。ロック派だね。うん。だいたい今この3派閥に分かれてるかな。はい、ワード2。ロックを見てる感じ、自分の本音を代弁してくれてる。常識外れで面白い。助けたいと思う。見守ってる感覚。ありがとうと感謝されたい。金持ちとつながりたい。異性と出会いたい。な、出会い中って呼ばれてるやつだよね、これが。要はこれ下品だって言われてるやつだよね。要は普通のこっち側のリスナー、特にロック派がこれを敵対するよね。なんか、うぜえよっていうのって、自己承認、ロック派は自己承認欲求派のリスナー嫌いだよね。うん。で、母性派と承認欲求派はかなり近いと思うんだよな。まあ、面白いな、なんかこうやって分析すると。なるほど。俺どちらかっていうとこの派閥が多い感じだよね、多分。ここが8割でここが2割ぐらいだと思う。で、うちのリスナー、この承認欲求派全然いない気がする。要は、おこぼれもらおうみたいな。っていうことは、この彼女の配信者がどこのリスナーによってるかによって話が変わるのか。で、今回、ロック派なんだ。あー、分かってきた。要はマウント取りたいリスナーもここだ。ここに、このニーズにマウント取りたい。要はアンチだけど、それは。マウント取りたい派は自己承認欲求派なんだ。分かってきた。ありがとう。あ、だんだん分かってきたな。面白い。なるほどね。
いい話だね。気づかれたの相手に、あっと思ってそっとじタイプか、うわー何見てんだよみたいな、どっちタイプなんだろう。いやーだからいい話だよ。たまたまかもしれないじゃん、人生初のかもしれないから。何その目が合った感じなの、それとも気づかれないでそっとじだったの。あー気まずいパティーンだ。おめでとうございます。貴重な経験ですね。他人のセックスを見るっていうのは貴重な経験ですよ。尺八してたのね、うんうんみたいな。うん、あーなるほどね、耐久品扱ってんの、消耗品扱ってんの、消耗品に、耐久品だったら消耗品に切り替えた方がいいよ。耐久消耗両方やってんの、どうなんだろう。いや違う違う、エデンが納品あるからって言ってんじゃん。体売って営業で取ってるんだね、仕事ね。食品？食品なんだ。美容室に食品を卸してんの？なんだそれ。食品大変だね。美容室の商品単価高いからいいんだよね、儲かるんだよね。美容室店舗数多いし、いやだから美容室に裏口にエデンが入っていってって話じゃないの、どういうこと。日本語下手か。いやだから友達の美容室のお店に裏口から入って遊びに行ったら、美容室を経営してるベーシストと広告の営業のお姉ちゃんがパコってたっていう話じゃないので、俺は次の納品があるからまた行くねって、
って、じゃあねって断ったってことは、美容室に何かを卸してる会社を経営してるという判断をしたんだけど、違うの？わかんねえわ。合ってるよね。でも美容室の卸しをしてるわけじゃなくて、食品の卸しをしてる。遊びに行ってたのか、仕事で行ってたわけじゃないのか。なるほど、分かった。え？違う？バンドメンバーの美容室のお店には遊びに行ってた。あ、なんだよ、そうとかちゃうとか。わかんねえわ。うん。どうやって物語進めるかだなぁ。あとは、そうね、っていうか本当話し相手が欲しいよな。なんか作業しながら、俺話し相手、なんか凸をさばきながら、なんか作業やりたいね。なんかダラダラ喋りながらやりたい。凸待ちしようか。だらだら雑談とつまちしよう。別に喋れないのよく言われる。緊張するの意味が分かんないんだよね。和道さんと喋るの緊張するんですっていう、あの鉄板のくだり意味が分かんなくて、俺誰かと喋るときに緊張なんかしたことないよ今まで。あの心理よく分かんないんだよな。いや、いいよ全然、暇だったらかけてきてよ、待ってます。LINE だね。あの放送中 LINE が一番音声が安定するから LINE っすね。 LINE かけてきて、 LINE が一番いい。ハウってるよ。ハウってるよ。そな、何これ、イヤホンつけてる？つけてない。つけて。つけ、ついた？イヤホン、イヤホン。あれ？あ、今止まったよ、ハウリング。もしもし。聞いてねえな。もしもーし。もしもーし。
どういうこと？もしもし。なんだこれ。もしもし。なんで音聞こえねえんだよ。おーい。え？はいはーい。聞こえる？エデン。はい。はい。いいですかね。全然良くなったよ。大丈夫だよ。ああ、すんません。全然いいよ。うん、お初だ。初？うん。え、何？結局、何？目合った感じなの？いやいや、いつも通り裏口からガチャって入ったら、うん、まあ裏口で遊んでたら、お疲れって来て、うん、いつもの広告屋来てんだけど今打ち合わせ中って言って、ああそうなんだって言って、うんうん、あーなるほどね、ワンクッションも普通に挨拶があったんだ友達と。そうですそうです。なるほど。なんだろう、じゃあ打ち合わせしてっからちょっと待っててみたいな。でまあいつも、うん、話してる広告さんだからこうガーって出て、うん、いつもの俺です、俺が来ましたって言ったらものすごい焦ってて髪の毛直してなんたらであって察しちゃったみたいな。ああなるほど。じゃあパコってるのを目撃したんじゃなくて急いで直してるのを見て察したって感じなんだ。そうですね。はい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 。いやー気まずいね。昼間から元気っすね。いやいいじゃん、若いじゃん、少子高齢化対策だよ。いやいいことでしょう全然。え、営業中？営業中。うちのベーシストはそういうの多いんですよ。ロックだね。5、6人以上いるなって感じですね。俺が知ってるだけでも。セフレみたいなのが。そうですそうです。あ、こいつもかって感じでしたね。一人増えたみたいな。へえ、いいんじゃない。でもバンドマン持っててなんぼだからね。まあそうですね。うん、で最近どうなの、仕事うまくいってる？まあそこそこ、まあ僕、うん、あれなんですよ、結構ビビリなんで、うん、もうほんとコツコツちょっとずつ契約先増やしつつ、なんか卸も、うん、なるべく開拓してってエンドユーザーに安く上げるためにっていう感じでコツ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 今何年目だ、3年目独立して3年目なの？あ、独立したのが去年の9月なんですよ。ああ、じゃあ最近なんだ。そうですそうです。何それ、のれん分けみたいな感じなの？もともとやってた仕事から仕事の業種をそのままもらったみたいな感じなの？あ、いやいや、もともと親がやってて。ああ、親を継いだんだ。のつもりだったんですけど、うん、ちょっと説明むずいんですけど、うん、まあ、その、うん、ある取引先が A、B、C ってあって、うん、まあ、仕入れ先が。仕入れ先が A、B、C ある。はいはいはい。で、親が A で、お俺は B、C もそっからも仕入れたくて。はいはいはい。そっちに、去年の9月、そういう契約したら、競合するから A のいる人は B に入っちゃいけないみたいな。そりゃそうだろう。なんで、じゃあ独立して、うちは、俺は俺で屋号を取るから、みたいな感じ。要は、親の会社に勤めてました。親は A 社と契約をしてました。でも、はい、エデンが B 社 C 社とも契約して販売網を広げたいけれども契約上の判件上を A 社が要はそんなことでやっちゃダメだよ、じゃあ俺が屋号を独立して店舗拡大するために B 社 C 社と契約するわってやってるんだ。そうですね。なので A 社からも親に頼んで取ってもらって、うん、俺は B、C から取るみたいな。なるほどなるほど。じゃあ親父さんも経営してるんだね、今同業で同種で。うちのおかんなんですよね。おかんなんだ。おかんなんですよ、まさかの。はあ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 。でもさ、そう、食品のさ卸とかってさ、はい、なんだろう、いや俺ありだと思うのが、結局親から地盤ついてるわけだから販売もある程度持ってるわけじゃん。そうですね。でしょ。で結局さ、そのに日本のその食品の卸
を新規で参入してたとしたらさ、はい、レッドオーシャンっていうかもう販売も持ってるやつの勝ちゲームなわけじゃん。あーけどうちの親そんなに大きくないんですよ、うん、身長の話かい。あ、いえいえ、売り上げっていうかその、はいはいはい、事業自体が、はいはいはい、なんで、うん、で、あ、なんだろう、もうほぼ、うん、道楽っていうか遊びに近いから。あ、そんなにじゃあそのゴリゴリ儲けるっていう感じでやってるわけじゃないってことなんだ。そう、そうなんですよ。あ、なんで、うん、俺は俺でやった方が間違いなく儲かるなと。おで、ようやく今親と同じぐらいの売り上げになったかなっていうところに。あ、そうなんだ。へえ。なんですよ。どうなんだろうね。新規開拓とかって何？もう土佐回りでやってんの？わあ、もう大体僕け、うん、やっぱバンドしてたらつながり多いじゃないですか、うん、地元。はい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 。もうそっからブワーってもう勝手に増えてるというか、もう元々頼まれてたんで。ほう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 。なんで、あ、これは親のとこじゃなくてもいけるなっていう感じで始めたんです。なるほど。ですね。最初はまあ、親の仕入れ先使って、みたいな感じで。でもありだと思う。結局お父さんお母さんが授業を畳んだら引き継ぐ形になるってことでしょ、それ。まあまあ結局そうですね。でしょ。そうですね。じゃあ屋号継いでんのと一緒じゃん、親の授業。まあそうですね、実質。あ、じゃあ全然ありなんじゃないの。まあでも先はどうなるかっていうとこですね。やっぱ食品日々形変わってるんですよ、販売形態が。うん、まあ大手が牛耳ってるわな。まあそうっすね。簡単に言ったら。もうそうっす。うん、え、何、仕入れのルートは別に市場とかから仕入れてってわけじゃないでしょ、要はフランス。そうそうそうですよ。マジでやってんのそれを。そうです、そうです。やば、超大変じゃん。なんで毎朝朝3時に起きてるんですよ。なるほど、市場の仕入れだったんだあれは。そうですね。でその周りにも、うん、そのなんだろう、乾物とか、うん、まあいろんなメーカーとかその市場の中にあるんで、うんうん、まあこういろいろ接触しながら、はあ、コツ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 、俺ほんとコツコツなんですよ。はあはあはあ、大変だね。まあけど年寄りが多いんで、お、取引先に、あ、なんだろう、競合他社っていうか、うん、市場とかみんな集まるじゃないですか。まあ年寄りばっかりでしょ。そうですね。なんでもうあとはもうその潰れていくところを誰が受けるかっていう感じなんで。うんうんうん。でもさ、その市場から仕入れるスタイルで独自にやってくんだったら高級路線取らないと儲かることってなくない？だってマンパワー自分でやってるんでしょ？マンパワーってさ、要は稼働できるそのなんていう労働力みたいなものをマンパワーって言うんだけど。はいはいはい。例えばそのエデンの時間はどう考えても24時間しかないわけじゃん、一人で働いてるとしたら。そうですね。だからしかも自分のプライベートの時間とか移動時間とかあるからマンパワーって限られてるわけじゃん。はい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 。物理的に人を増やすのかとか、はい、そういうのをマンパワー、人為的なその労働力のことをマンパワーって言うんだけど、はいはい、なんて言うんだろう、そのマンパワーに限界あるから利益上げるとしたら高級路線に切り替えるしかないじゃん、はい、だって僕、うん、安くさ、その大手とかって安く冷凍とかでさ、はい、仕入れられるわけじゃん。そうですね、うん、どこを強みにやってるの？ですね、僕は小売りしてないんですよ。うん、で、完全に、うん、病院とか施設とか、はあ、飲食店と契約して、はあ、で、もう小売りしないんで、まあ、ほぼほぼロスゼロ。はあ、で、なおかつ、はあ、大手と同じぐらいの値段で貼りながらやってるんで、意外と、なんですかね、スーパーとか、大手の、うんうんうん、まあ、その、小売でやってるところの、ね、うん、値段で、うん、例えば、メーカーどこ行ったらいいかな、メグミルクじゃない、森永とか、うん、例えばそこの営業が、うん、その、飲食店にうち使ってくださいって言って行ったとしても、うんうんうん、
意外とその大手のスーパーと同じ値段じゃ卸せないんですよ、うん、やっぱ大手のスーパーってそれだけのロット数で拠点でこう注文して集めて分散させてるんで、うんうん、メーカー本社大元自体がその契約取り言っても意外と値段合わないんですよ。へー、そこに結構目つけてみたいな、あ、それなら俺いけるじゃんみたいな。なるほどなるほど。で意外となんか今んとこ納品してるお前んとこ安いじゃんみたいな感じになってるという。へー、病院とかってでもでかいよね。案件としてだからでかいってことでしょ。そうですね、自分で全然利益取れるんで。ねえ、自分で取ってきたのそれ、親がもともと持ってたの。いや、もう自分っすね。やば、営業力高いね。いやいやいや、俺一回和田さんに相談したじゃないですか、営業ってどうやればいいんですかねみたいなしたんですよ。もう俺それあれ撮ってますもんね勉強しよう。え、どういうこと勉強する、動画撮って録画してるってこと。録画っていうか、なんかダウンロードできるじゃないですか。ほうほう。で、それ何これ繰り返し見て勉強してますもんねあ、こうやってやるんだみたいな。で撮ったんだ。あっていうか、まあその、そこら辺はまあもともと一番最初に始めたところが保育園で、ほう、てか目のつけどころいいね。そうなんですよ。で、まあそこがあったんで始めようと思ったんですけど、はい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 、そこのまあ社長が意外とそんなに年変わらなくて5、6個ぐらいしか、へえ、若っ。で九州のそういう施設の協会の会長をしてて、ああ、商工会議所とか入ってる、そういうなんか独自のネットワークあるじゃん、企業。あ、僕は入ってないんですよ。入った方がいいんじゃないの。まあ後々ですね、まだ全然僕の規模だったら、自分だけの足で全然いける感じなんで。あ、そうなんだ。はい、意外と営業力高すぎるよ。いや、高くないです高くないです。もういかに腹黒くいくかって感じですね。例えば腹黒、まあ、腹黒いっていうか、まあ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 地道に。腹黒くはねえじゃんちょっとなんか難しいんですよね、いろいろ。例えば、市場ってその、まあ競合他社みんな集まるじゃないですか。そりゃそうだ、仕入れ先なんか市場しかないんだから。そうそうそう、ね、農家から直で仕入れてるやつなんかほとんどいないでしょ。あ、いやいや、いますいます。いや、いるいるけれども、はい、その数としては少ないじゃん。そのおろす数も結構50兆ぐらい作ってる農家いるんですよ。ただそのやっぱりその、その場所の気候で、例えばレタスとか、6月はできないとか、はい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 、そういうのがあるんで、完全そこと契約っていう人はまずいないんですよ。なんである時に、そのあるだけ取ってあげるよっていうスーパーもあるみたいな。ほう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 。ですね。へえ。なんかいろいろその辺はこう折衝が難しいんですけど。なるほどね。ほう。そんなちょっとこう面白そうなことやってるね。まあ肉体労働してでも。うん。いや、まあ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 肉体労働。肉体労働。うまく回ったらね、人にねバトンタッチしちゃえば楽になるんだろうけどね。そうですね、そういうの狙ってる人も結構いますね。いや、ていうかビジネスはそうならない、でかくならないからね、どう考えても。もしね、エデンが一人でやってくんだったら、配達とかも自分でやってんの。そうですね。でしょ、ってことは限られてるわけじゃん。朝起きて仕入れて配達やって。ですですです。でしょ。まあまあでも早く起きて早く終わるんだろうけど、多分ですね、夕方ぐらいには仕事終わってる感じなんだろうけど、まあ日によっては今日みたいな時間にはもう終わってたり。 なるほど配達終わってね。だそうだもん ね、夕方とかにはもう仕込みしてる段階だもんね今店側は。そうですね。面白いなんですよ。なるほど。食品か。まあやっぱなんかのバッグがついてないとやろうって思いませんよね。普通はそうだよね。俺そうじゃなくてやっちゃうタイプだから失敗するん
だと思ってて、基盤持ってる人強いよ、やっぱ。いや、でもすごいと思いますよ。いや、ダメでしょ。だって独自のルートがある時のリスクヘッジと何もない時の新規開拓だけでやっていくって言った時の体力の持ち方全然違うもモチベーションも違いますよね。ん。モチベーションは違うけどね。やっぱ波があったら落ち込むじゃないですか。落ち込むよ。まあ、ぶっちゃけ、自分の嫁が、ああ、結婚のして親んの？が、何回も言いましたよ。そうだっけ？で、まあ、とある飲食店のオーナーなんですけど、5、6店舗ぐらい経営してて、ああ、じゃあ、ねえ。そうですね。まあ、そういうのもあるんで、なるほどね。応援してくれるんだね。そうですね。なおかつ、その、協会の会長みたいな人が、ちょっとうちと契約してよってバックアップするから、みたいな感じで話が来たんで、まあ、二つ合わせれば飯は食えるだろうと。なるほど、なるほど。ある程度担保があったんだね。ですね。で、そっから拡大していこうみたいな感じなんだ。暇でなす、で空いてす、るで時す、で間とす。か。あ、でもね、新規で取っていくよりも、結局、その新規の営業力も必要なんだけど、つながりだよ、営業は。紹介、信用を得て紹介してもらった時の強さの方がでかいもん。話早いし。だからね、そうやって応援してくれる人いるといいよね。ですね。なんで、正味まだその自分で、飛び込んで取ったとこっていうのはまだ一件もないですね。いや、無理だよ。だって飛び込む先には食品があるんだもん、もうルートが。じゃあこれからオープンするところに打ち込んでいくかって言ったら、値段で勝負するのか、それとも取り扱いたくなるね、他が扱ってない独自の商品持ってるかってさ、持ってないわけじゃん、食品って。ですね。でしょ？だから厳しいよね、やっぱ。そうなんですよ。地盤引き継いでいくか、新規の商品開発するかだもんなんで、もうあとは、まあでもそのやってみないと開かないじゃないですか、道が。もちろん。なんで、これだけこう揃ってるもんが揃ってるから、とりあえずやって、で、まあそういうのも念頭に置いて、でも、そこで時間割くよりも、今持ってる商材で、時間割いても成果が出ないっていうのはさ、なんとなくわかるわけじゃん。気合とマンパワー使うことは大事なんだけど、ハードルは高いじゃん。だから、商材とかなんか独自でしか取り扱えないものを、発掘する方に時間割いた方が効率いいんじゃないの？違うそうですね。でもやっぱり、の？こういう食品だと、そのある程度の契約先増やさないと、その独自っていうことは、例えば、A 社さんを独占するには、それだけの出荷量を俺が叩き出さないともちろん、もちろ言えないんですよね。なんで、結局俺がそれだけの販売をできしてて、初めてそれができる感じなのかなっていうところなんですよ。なるほどなんで、とりあえず、去年の9月に、その B 社に入、C 社入ることができたんで、口座開いたってことでしょ？そうですね。なんで、今からって感じですね。なるほどね。かなり状況が変わったんで、もうその時点で、まあ2件ぐらい新規が取れることもできて、うまく今回ってるみたいなんで。なるほどね。だいぶいいかなと。いい感じじゃん。今のとこ落ち着いてますね。いいじゃん。いいじゃん。なるほどね。大変だったんですよ。いや、ここ大変まででし来ょる。う。大変でしょう。やっとですね。やっと落ち着いた。やっと落ち着き。いいね。
まあ、これからガンガン取って、うん、まあ、あとは、ちょっと人の目処も立てとかないとなっていうところですね。おお、野党目処。そうですね、結構大きいところのその引き合いとかも残ってて、ほうほうほう、ただそれを取ったときに、うん、その人員もすぐに準備しないといけないし、うん、作業場も拡張しないといけないんですけど、そうだよね、まあ、作業場はすぐにもう国金からお金借りてるんで、はいはいはい、次のあの、うん、国金って1回借りたらあの、うん、普通に問題なく1回も延滞しなかったらすぐに次の3000万まで借りれるんですよ、うんうん、まあ3000万ま、まるっとは無理でしょうけど、うんうん、まあその拡張する分はすぐに出るんで、うん、人ですね人手は別にすぐそんなに困るもんじゃないんじゃないの。どうですかね、結構田舎なんで厳しいですね。ああ、はい、なるほどね。なかなか、なんでそこそこ目処をつけとかないと一番いけないとこがそこかなっていう。飛んだりしても厄介だしね、人育てんのが一番難しいよねですね。結構この業界そうやってその、うん、入れた人が逆に卸し先を潰すっていうことが多々ある商売なんで。なるほどね、不手際、ね、あんたんとこの従業員こうこうこうだったよっつって終わる感じが。なるほど、大変だよね、人を育てるのはね。そうですね、結構慎重にいかないと。俺は無理俺は無理、うん、ほんとコツコツなんですよ自分。ビビりながら、いいでも結局コツコツやってる人の方が強くない？うん、そうですね、その会長からもうコツコツでその誠意を持って正直にやれと、うん、まあまあそう、本当に商売はそれに尽きるよねですね、うん、あー、リサさん花火ありがとう、サンキューです、おーあざーす。何、もうこれ一本でこう城を建てようって感じなんだ。まあどうだろうな、今のところこれが一番あの、うん、リスクなくお金を生み出せるものだから、うん、今のところこれやってるんですけど、別にあんまりそこに縛られてはないんですよね、頭の中では。ですね、まあまあ今目の前にある分はどんどん消化させていくつもりなんですけど、うん、まあなんかもっといいものがあれば、うん、そっちにもちょっと突っ込んでいきたいなとは思ってますね。なんか関連するね、いい商材みたいなのが入ってさ、今持ってる販売網に対してなんか競合が被らない感じでいい商材手に入ったら、だから食品っていう概念から離れて、例えばさ、その広告代理店とさ代理店契約結んでさ、なんかあの、はい、看板とかのさ仕事とか広告の仕事とかも取っちゃえばいいんだよ。ああ、なるほどですね、うん、あのメニューとか分かるわけじゃん、店入っていったらさ、あのサイト持ってるかとかさ、で若いやつでサイト作れる会社とかつながりあるでしょ、はいはい、うん、そうですね、でしょ、だとそこに折半でとか広告料くれよってつなげるからって言ってさ、うんうんうん、ビラだけ置いてきゃいいんだよ、こういうサービス始めましたっつって、うんうんうん、それもいいですね。そうそうそう、俺だから逆にそういう販売も持ってる他業種のその卸の人とかにウェブ系やってたから、紹介料その1件取ってくれたら、そのウェブページとかメニューの制作とか、あの写真のね、あのメニュー表とかの仕事取ってきてくれたら全然キックバックするよっつって、結構紹介してくれるもんね、うんうんうん、あどこどこの店のあそこなんか写真メニュー変えたいっつってたよって言って、うん、看板とかもね、デザインとか、まあ全然いけますね。ね、僕は5年ぐらい前までそういう広告代理店働いてたんですよ。じゃあノウハウわかんじゃん。そうですね、なんでいられもフォトショとかも結構アドビ系使えるんですよ。自分でやっちゃえばいいじゃんいや時間ないですね、さすがに作業する。振った方がいいよね、うん、そうですね、うん、でもいいよね、そのほらあの消耗品だとさ、ずっと回り続けるわけじゃん、
一回そのルーティーンしてさ、信用さえつかんだらさ、ずーっと必要としてくれる商売じゃん、長く。そうですね。逆に不手際起こしたらもうダメになる商売だけど、うん、そこ難しいけど。でもなんかエデン人当たりいいし、なんかコミュ力高そうだからなんか良さそうだけどね。向いてるんだろうね。そうですね。まあ、ゆえに慎重なんですけどね。慎重な人の方が向いてるって。俺みたいになんか突拍子もない、飽き性はダメなの。見てる方はすごい好きなんですけどね。それは配信的にでしょ。あ、まあそうですね。うん、人間関係も全然ダメだもん。俺は普通にしてるつもりなんだけど、嫌われる能力はすごいからね。まあでも、なんか大きなことを成す人っていうのはそういう人なのかなとか。大きなこと何も成してないもん、俺。まあまあ、どっちかじゃないですか。もう完全にドーンって落ちるか、ドーンって上がるかみたいな。ああ、まあ、それはそうかもしれないね。なんかそんなイメージですね。特になんかこう、和田さん見てると、なんかそういう感じなのかな、みたいな。でも苦しいよね、本当に。当てたいよね。やっぱり、その、ね、そろそろ。それまでが本当きついですよね。いや、昔はさ、ほら、ニコ生始めた頃は食えてなかったけど、生活保護でさ、まあ追っかけてればよかったじゃん。要は配信で飯食うんだっつってさ、気合い入れてさ、でふわっち来て食えるようになってすごい嬉しくて、やった夢叶ったと思ったけどさ、もう飽きてるわけよ、この3年ぐらいで。あの、これが夢だったんだみたいな感じで違うぞと思って、もう次の新しいことやりたくなってて、多分ね、お金が欲しいんじゃないんだよ、刺激が欲しいのよ。そうそう、だからまあ配信は配信で好きだから続けてくんだけど、それで多分シルバーとか映画とかやってるんだろうけど、面白いよ、その配信とさ、全然なんて言えばいいのかな、配信のいいところも活かせるし、逆にその配信のダメなところもよくわかるし、なんか構造の問題とかよくわかるね、映像をやってると。まあ、これまで、培ったノウハウですね。まあ、僕も2011年くらいちょっとニコ生したことあったんですけど、ね、あ、そうなんだ、配信。遊びでですけどね、もう全然。はいはいはい。雑談？ゲームしてみたり、まあ、ちょっと雑談してみたり。あ、じゃあもともと興味あったんだ、配信自体に。なんとなくやってみた感じですね。なんか好きな配信者がいて、なんか絵でもやれよみたいな感じで、ほう、じゃあちょっとやってみっかみたいな。でもその頃から比べたら、え、2000何年って言ってた？2011年ですね。超初期でしょ。だってこんな時代来ると思わなかったよね、あの頃ね。ああ、もうスカスカですよね、今。ニコ生、ああ、まあニコ生が終わるっていうのもね、考えてもいなかったよね。2011年なんか黄金期じゃないの、それこそ。なんかほたってても人来てたなっていうイメージは。だよね。コミュ開い、ねえ、開けるか開けないかのもんね、待ってた時代じゃないの、その枠予約して。ですね。だよね。うん、だから枠通なんだもんね、枠取りお疲れ様でね。じゃあ古いんだ、ネット。俺より全然。いや、あの頃に始めてたら多分もっと違かったんだろうなとか思うよ、自分でも。ちょっと始めるのが俺は遅かったから。あ、そうなんですね。俺だって6年半だから2013年だよ。あ、そうなんですね。だからあの D プラスが終わった頃とかだから、 D プラス知らないんだよ俺。あ、僕も D プラス知らないです。え、知らない？え、だって D プラス終わったの2010何年とかだから、エデンやってた頃だよ、多分。あんまり知らない。ただ、和道さんの名前は聞いたことあったんですよ。ほう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 。まあね、悪名高いからね。で、ふわっちで見て、どんな人なんだろうって。やっぱふわっちに来たらもう、ってたじゃないですか、こう路線っていうか、なんだろう、まあその前を知らないんで、
ああ、まあまあ、路線は変えたかな、ちょっとね。ん。うん。っていうか、なんもうかさ、素に戻ったっていう感じで、もともとやりたかったことをやってはいるかな、ふわっち来てからは。なんかそういう噂で聞くような人じゃないぞっていう感じああ。で見始めてみたいな。なるほど、なるほど。で、一番でかかったのがあれですね。同い年。あ、まあまあ、それはね、親近感湧くよね。それがでかかったですね。ああ、で、同い年でこんなに頑張ってる人いるんだみたいな。でも同い年結構多いよ。慎吾さん、関慎吾、石川紀之、あと野田総理とか。俺がちょっと知ってるのは、まあ、関慎吾さんぐらいですかね。面白いよ、慎吾さん。あんまりそんなに配信は見てないんですけど、あ、そうなんだ。まあ、その、よっぽど大きい人はこの人どんな人なんだろうってちょっと見るぐらい。ははは、ちょっとテイスティングみたいな。ですね。まあね、うまくいってほしいよ、エデンには。なんかいろいろと。いやー、コツコツっすね。コツコツ好きなんだ。そうなんですよ。コツコツやりつつ、まあ、とりあえず始めた感じなんで、まあ、あとはその、うまいチャンスさえあればすぐ乗っかれば、そうね。ゴールインなのかな、みたいな。とにかくなんか、宝くじみたいな感覚なんで、かけないと当たらないみたいな。かけてるものは人生と時間だ、みたいな。そうね。本当にそうだね。え、ドラムやってんの？最近も。ああ、まあ全然やってますよ。あ、やってるんだ。ああ、やってるっていうか、まあやっぱもう十何年ってやってるんで、やっぱ地元でなんかそういう関連イベントあったらすぐ引っ張られて、ちょっとやってよ、みたいな。で、当時のメンバーのギターの子とかはライブハウス出してしまってるんで、そっかそっか。はい。動画見せたあのライブハウスですねね。え。ねえ。じゃあ、まあね、いいよね。ですね。まあ、10年やってればすぐ叩けるもんね。サポートとかで必要な時とかもね。ですね。もともと何系だったんだっけ？ジャンルは。はあ、まあでもロックですロね。ックなんだ。僕が18、19の頃一番やってた時は、やっぱミクスチャー流行ってたんで、流行ってたね。なるべくミクスチャーみたいにした方が売れるかなーっつってみんなでやってたみたいな。したら、たまたま、うち九州なんですけど、ちょっと大きいライブハウスのオーナーが、うちのバンドについてくれて、多分一番いい時期だったんですよね、その、プなるロほど。もあんまお客呼べないから、結構、プロのバンドの人のアクトを常につけてくれて、よかっ一た番、じゃん。そうですね、それで集客できてたんですよ。一番初めてのライブで拓井さんだったんですよ。マジで？拓井さんの何アクトやらせてもらったの？そうですね、それやがバンば。ドの最初の、僕も初ライブで、へえ。っていうか、ここ拓井さんって言っても音楽好きな人しかわかんないよね。あの人 不いや、思議な僕、人じゃない？拓井さんって。全然知らなかったんですよ、でし拓井ょ？さんって。でしょ？でもさ、もう業界からするとさ、音楽でさ、そのインディー界隈とか、拓井って言ったらもうみんなが知ってるぐらい有名じゃん。あの人不思議だよね。でも、そうっすね。売れないというかさ、売れないけど、ずっと、まあ、ギターもうまいし、ね、ずっ歌とやばいっす歌ね。やばいよね、あの人ね。やばいっすなんね。か不思議な存在だよね、拓井さんって。だから、昔言うチャーみたいな存在なのかなとか思って。チャーよりも知名度ないのかな。どうなんだろう。拓井さん化け物だよね、あの人いやこう、ビデオ残してるんですけど、自分らがやった後に拓井さん出るじゃないですか。へこむよもう、声量からなんか違う違うみたいな、わみたいな。化け物だよ、あの人は。拓井さんのアクトやったんだ、すげえな。そうですね、僕、高校とか学生の頃、バンド組んでなくて、自分でちゃんとした、ほうほう。常に10個ぐらい掛け持ちして、サポートで武者修行みたいな。うまくなるわ、それは。それはうまくなるわ。いや、うまい人、みんなサポート引っ張りだこだったもん。やっぱ地元のやつでも。で、高校卒業と同時に、どうしよっかなってしたら、結構その、うちのバンド入ってよ、
で結構来て、うん、その中でまあそのうちの田舎なんですけど、うん、地元で一番売れてるバンドに入って、うん、で初ライブがたくりさんだったみたいな感じやったんですね。なるほどね。まあドラムはね上手い人は引っこ抜き合いだからね、よっぽど上手かったんだろうね。いやいやいや、うん、ただ人口少ないですもんねドラムは。そうまずそうドラム人がいないからまず引っ張り合いだし、で上手い人だと本当やっぱ10個掛け持ちとかだから、もうドラムのサポートの人ってさチケットノルマとかなくて、あのあれでしょ、優遇だったでしょ。いやそうでもなかったんですよ。あ、僕はそう、そう僕一番年下だったんですよ。ああ、じゃあ結構小間遣いにされたんだ。いやーもう本当に嫌になってましたね。何してるんだろう俺みたいな。あ、そう、ドラム結構優遇されてたけどな千葉の方は。いやーもうしてよって感じでした。ただ一番嬉しかったのが、うん、僕ゼリー好きだったんですよ。はいはいはい、はい、パンクじゃん。そうなんですよ、うん、もう高校の頃毎日聞いてて。ゼリー懐かしい。そしたらまさかのその夢の人が目の前に出てきて、またこれもアクトできたじゃんみたいな。マジだ、ゼリーのアクトやったんだ。 やりましたね。速攻打ち上げでサインもらいましたね。まあ嬉しいよね、感動するよね。めっちゃ嬉しかったですね。へえ、ゼリーも地方とか回ってんだ。回ってますね。ゼリー、まあ、東京じゃないの。ゼリーその本拠地東京ですね。だよね。でちょうどその時に、あ、でもあの頃売れてたか、おもちゃのピストルまでは M ステとか出てたんですけど。だよね。その後ベルベットスヌーザーっていう自分たちで立ち上げたんですよ、うん、レコード会社。はい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 。でまあそのベルベットスヌーザー出す前にもうすごい落ちてたんですよ、うんうん、でベルベットスヌーザー立ち上げてまた、うん、なんだろう、再デビューみたいな感じで、はい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 、カタカナのゼリーからアルファベットのゼリーに変えたんですよ。あ、そうなんだ、知らなかったわ、全然知らなかった、ね、それでどこだっけ、赤坂かどっかもう満帆にして、ほうほうほう、ジャンルもちょっと変わってるんですよ、ファンクに。あ、そうなんだ。はい。へえ。でその時対バーあアクトをして、ほう、で結構客、まあ東京の本拠地だったら入るみたいなんですけど、うん、やっぱこう九州だったらあんま入んないみたいで、うん、なんでアクトに選ばれたみたいな。集客力もあるし、お前ら呼べと。そうですね。なるほどね。なるほどなるほど。まあ、よくある。まさかの事件が。何事件って。ドラムが捕まったんですよ、ゼリー。え、そうなの？そうなんですよ。で、解散したんですよ。あ、そうだったんだ。はい、知らなかったわ全然。まさかの幼児に手を出してしまって、うん、あ、そっちなんだ。ですパンクだからコカインとか LSD とかのイメージだけど。なるほどね。なんかかっこよく幕を引いてほしかったんですけど。だよね、なんかちょっとダサいね、ピンクなんだ。そうなんですよ。なんで俺らとそのやった時もうすでにもう警察マークついてたみたいで。あ、そうなんだ。もうなんかちょっと壊れたっすね。ショックだよね、ファンとしてはね。残念、うん、なるほどね。そっかそっか。ああ、いや楽しかったよ、ありがとう電話。ああ、いえいえ、ありがとうございました、うん、また暇な時またかけてきてよ。はい、お願いします。うんうん、お疲れっす。はい、お疲れっす。失礼します。すいませんね。え、面白いね、こんな感じなんだね。仕事の話と音楽の話だったね。すいません、花火投げてくれた人ありがとうございます。ロムセンさんかな、ごめんなさい、電話中だったんでないがしろになっちゃいましたけど、ありがとうございます。ちゃんと見てるんでコメント欄は、ありがとうございます。
腹減ったな。めちゃくちゃ腹減った。詰まったぞ。今誰が見てんの？見てる人のって書いて。今誰見てんの？誰も見てねえかい。何食おうかな。
おお、ありがとう。エデンから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？あれ？花火エフェクト出なくなっちゃった。なんで？ありがとうございます。ちょっと花火エフェクトが不調ですね。あれ？なんだ？あ、出た。出ました。ありがとうございます。エデンさんから花火いただきました。ありがとうございます。あーどうしよう、あードレさんのところであれ始まったのか、カズーンさんの、あ俺カズーンさんのあれ見に行くわ、あの今日ドレさん出てるからカズーンさんの練習ちょっとあの飯食いながら俺放送見に行きます。うん、うん、どう、風船は俺に入ってくる収入 40% だから、バーガー1個は 50% 入るからバーガーの方が割はいいよね、あの正直言うと、うん、風船は 40% なの、風船 KP とか全部だからバーガーが一番半分入るからいい、うん、じゃあ皆さんお疲れ様です。僕カズーンさんの練習見てきます。